こんにちは、ドラム、キッズドラムの担当をしております講師の佐々木修です。私のレッスンではですね、生徒様のやってみたい曲や、私が選曲したもの、流行りの曲だったり、そこからプラスして基礎練習とかを、含めてやっております。もちろん、生徒様に合わせて、変えていくこともできますのでご安心ください。ですね、ドラムは、叩くことで音が簡単に出せますので、他の楽器と違ってすごく、触りやすい楽器だと思います。ただその中で、リズムを出すという、楽しさをどんどん知ってもらえたらなと思いますので、ぜひ皆さん、お待ちしております。